ガールズバンドキヨンズが夏の終わりにぴったりな新曲ガールを配信リリースした。ファースト EP リリース後の初シングルとなるガールは、夏の終わりにぴったりなニューウェーブとガレージロックを巧妙に融合した疾走感あふれる楽曲となっており、王道ロックを感じるメロディーながら洗練された音像を作り出している。今作の歌詞はほとんど日本語で書かれており、キヨンズが切り込む真剣な姿勢も見られる一作となっている。9月19日0時からガールのリリースを記念して楽曲のシェアキャンペーンも実施される。また、キヨンズは12月20日には、セカンドワンマンライブを開催することが決定しており、チケットも販売中だ。ガール2024年9月18日、配信リンク、https://lnk.2/chiaanz ガールシェアキャンペーン対象期間、2024年9月19日、木曜日0時、2024年10月3日、木曜日23時59分、特典シェアーキャンペーンにご参加いただいた全員に、オリジナル壁紙、データ、ガールを使用したインスタグラムリールを投稿いただいた方から抽選で5名様にキヨンズプリフ自撮り写真。データ、シェア方法タイプ1、楽曲シェア、X、または、インスタグラムストーリーズにて、ハッシュタグ、キヨンズガール、をつけてお使いのストリーミングサービスの、ガールのページをシェア。シェアした、投稿の画像のスクリーンショットを応募フォームから、登録タイプに、リール作成、インスタグラムにて、ハッシュタグ、キヨンズガールをつけて、ガールを使用した動画を投稿し、投稿した動画の画像のスクリーンショットを応募フォームから登録。応募フォーム、https://forms.gle/93azmybuzmwai5v85 記入いただいたメールアドレスに特典をお送りいたします。キヨンズセカンドワン。マンライブ、シーワーズでワンマンショー2024年12月20日、金曜日渋谷 www 会場18時、開演19時4800円。 https://eplus.jp/sf/detail/412-92800-1P6=001&P1=04002&P59=1